ミケル・オイアル・サバル・ガルテは、スペイン・バスク州ギップスコア県エーバル出身のサッカー選手、リーガ・エスパニョラ・レアル・ソシエダ所属。スペイン代表、ポジションは FW。バスク州のエーバルに生まれ、2011年に14歳で、レアル・ソシエダのカンテラに入団した。2014から15シーズンの2014年11月15日、まだユース登録だったが、この日のセグンダ・ディビシオン B。 SD アモレビエタ戦で B チームデビューを果たした。2015年9月2日には CD メンサヘロ戦で B チーム初ゴールを記録した。2015年10月25日、ラリーが第9節のレバンテ UD 戦にて、後半39分、すでに4から0と勝利が確実視されたこともあって、カルロスベラとの交代でトップチームデビューを飾った。トップチーム初ゴールは、 年が明けた2016年2月8日の RCD エスパニオールとのリーグ戦だった。クラブの監督がデイビッド・モイーズからエウセビオになり、レギュラーポジションを確保したことで、エスパニョール戦から6日後に新契約を結び、2021年まで延長した。2016年のオヤルサバル2016年8月19日、オヤルサバルは再び契約を1年更新し、 2022年までとした。この2016から17シーズンリーグ戦全38試合に出場した19歳のオヤルサバルはクラブのリーグ戦6位フィニッシュに貢献し2シーズンぶりの UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2017年10月19日 UEFA ヨーロッパリーグのグループステージ FK バルダール戦に出場し UEFA コンペティションデビューを成し遂げた。このシーズンにおけるエルデのレアルソシエダはグループステージを見事突破しベスト32でオーストリアのレッドブルザルツブルクと対戦した。ザルツブルクとの対戦はオヤルサバルのオーンゴールなどもあって2試合合合計3から4となりレアルソシエダはベスト32で大会を後にした。この2017から18シーズンは 昨シーズンのリーグ戦2ゴールから大幅に得点数を上げた12ゴールを記録し、自身キャリア初のリーグ戦2桁ゴールとなった。2018年10月5日、シーズンファーストゴールを5月に獲得以降、得点を奪えていなかったが、この日のアスレティックビルバオとのバスクダービーにて PK を含むに得点を上げ、3から1でのダービー勝利に貢献した。シーズン開幕前、 アスレティックビルバオは、オヤルサバル獲得を真剣に考慮していたが、オヤルサバルは、クラブと2024年6月まで契約を延長した、ことでこの話はなくなった。2019から20シーズンのコパデルレイ、準決勝では、快進撃を続けていた、CD ・ミランデスと対戦し、オヤルサバルは、第1戦、第2戦と連続で得点を挙げて、 アグリゲートスコア3から1での決勝進出に一役、勝った。レアルソシエダのコパデルレー決勝進出は、1988年以来、クラブ史上2度目の快挙である。2019年7月10日、ジローナ FC 戦で、クラブ通算50得点目を記録した。10月3日には、この日のヘタフェ CF に先発フル出場をしたことで、23歳という、 異例の速さでリーグ1200試合出場を達成した。2021年4月3日、この日、コパデルレー決勝でアスレティックビルバオと対戦したオヤルサバルは前半に先制点を挙げ、その後1点を奪われたが、PK 戦の末アスレティックビルバオを下し、実に34年ぶりとなるコパデルレー優勝に貢献した。U-18 スペイン代表でのオヤルサバル。 スペイン代表として u 十八、u 十九、u 二十一でプレーし、二千十六年五月二十九日、親善試合のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦での、リートとの交代途中出場で、A 代表デビューを果たした。二千十九年六月十日、UEFA ユーロ二千二十四戦にてスウェーデンと対戦したオヤルサバルは、後半26分から途中出場して、 A 代表初ゴールを挙げた。2021年5月24日、UEFA ユーロ2022臨むスペイン代表24人に選出された。2016年12月30日、サンマメスで行われた、チュニジア戦にて、フィファ未加盟のバスク代表デビューを果たすとともに、初ゴールも記録した。プロキャリア初期には、デウスト大学でビジネスを学んでいた。ありがとうございます。